い、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、ムーコさんかわいいスタジオ、まあこれちょっととあるスタジオなんですけど、スタジオ作ってたらムーコが遊びに来ましたね。はい、ということで今回はですね、イースターエッグをやっていこうかなと思います。皆さん、イースターエッグってなんだかわかりますか？イースターエッグってね、キリスト教の復活祭っていう意味合いがある、あとはまあ春の訪れを祝うイベントなんですけども、まあ、今回はそのイースターエッグをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。はい、ということで、まあ、なんでイースターエッグっていうのかっていうと、その昔ね、キリスト、まあその昔ねって、まあ、ついなんか数年前の話始めるみたいな話し方をしてしまいましたけども、あ、かわいいね左がお兄ちゃんかな、右が弟か妹だね、これは顔的に顔見、あ、かわいいねはい、まあ、イースターの由来はですね、キリスト教がその処刑をされてから3日後に復活をしたというお話があるらしくて、その復活を祝う、まあ、お祭りというか行事ごとって言えばいいのかな、まあ、復活祭って日本では言うので、まあ、お祭りのようなものだと思うんですけども、その復活を祝う行事がイースターって呼ばれてるんですけども、で、イースターはさ、こういう家族でご馳走を食べたりとかするんですって。だからうちもこういうね、おちびたちのご飯を贅沢に用意して、イースターの催しごと行事ごとを楽しんでいきたいなと思います。そう、この卵の殻を使うのもちゃんと意味があって、なんか後ろの青のさ、卵をアヒルみたいちょうどチューリップがさうまかわいいね、まあ、だからひまわりの種入れたり、蜂蜜ゼリー入れたり、桑の葉を入れたりとかしてますね。これスペシャリーフのやつね、無添加の、うん、ちぎっても入れられるやつね。そうで、卵の殻はですね、その、まあ、キリスト教が、死の淵から舞い戻ってきたじゃないですか。で、卵の殻もこう、まあ、赤ちゃんがさ、自分でその殻を打ち破って外の世界にこう生命を誕生させるっていう、すごく力強いイメージがあるんですって。で、そういうその生命の力強さを象徴しているものが、卵になるんだそうですけども、イースターエッグって。そう、あともう一つはね、あ、たぬきちくんです。たぬきちくんと今日はいっちゃんが出てきますね。うん、まあちょっと先にこれだけ話そうかな。なんでこの2人が出てくるかっていうと、ピンクの卵がまあ実はこのスタジオの中にあるんですけど、そのピンクの卵がね、子孫繁栄をこう、まあ、司るような意味合いがあるんだそうです。だから今回はちょっと一とたぬきちくんでいこうと思います。うん、さあやっていきましょう。で、何話してたんだっけあと、そう、うさぎがね、まあ、今回うさぎは出てないんですけど、スタジオにもいないんですけども、うさぎもイースターの象徴なんですって。まあ、子供をたくさん産んだりとかするから、それがその生命の力強さに、象徴されてるよねっていうことらしいです。だからハムスターもさ、いいでしょ、そこの仲間に入ってもって個人的にはちょっと思ってるんですが乗っちゃったかわいいね、乗ってましたね。で、なんかね、イースターって、まあ、これ僕ちょっとあんまり分かんないんですけど、教会、なんか西方教会と東方教会ってそのものがあるらしくて、西方の方では4月の9日、まあ多分この動画4月の9日に出てると思うんですが、4月の9日がイースターの日なんですって。なんかその春分の日の
次の満月の翌日曜日っていう、すごく難しい日に行われるんだそうですが、まあ、それが2023年は4月の9日ということで、で、あの東方教会の方だと、イースターの日にちが4月の16日なんですって。足でグイー遊びたいね。なんかたぬきちくんはご飯っていうよりも遊びたいって、平安歩したいっていう欲求が勝ってしまったので、この後平安歩したんですが、そうなので東方の方は4月の16日なんで、まあ、もしかしてまだ撮影してないんですけど、実はあんこさんと、菩薩くんがうまく撮影できたらその日にもしかしたら出るかもしれません、うん、ということだけお伝えしておこうかな。じゃあいっちゃんひよこちゃんの足噛むのやめてさあ、いっちゃんが出てきましたね。いや、かわいいね。こういうかわいいスタジオにハムスターが出てくると、うん、非常にかわいい、いいですね。かわいいね。うん。まあ、本当に、まあ、ちょっと、まあ、ここから元気を出してやっていかないといけないので、僕は、やっていきたいと。倒したよ。本当に、もっちゃんとか、福くんとかに温かいコメントありがとうございました。うん。非常に嬉しかったです。コメントなんかね、ちょっとなんて返していいのか分かんないので、なんかこう気持ちがね落ち着かないので、ちょっとハートマークだけ読ませていただきましたという気持ちだけ、すいません、ここでちょっと発表したいと思います。それもなんか違うけど、ね、うん、本当は福くんもイースターのねこの撮影に臨みたかったんですけどもね、うん、さあ、そんなこんな言ってるうちに、ご飯全然食べてくれないっていうことに気づいたので、安納芋の無添加のペーストが入ってますね。これさ、かわいいよね、ご飯入れのやつ。あのひよこの足なんですけど、本当はここ真ん中に卵が入るんですよ。で、あのイースターって卵に柄を描いたりとかして、あの飾りつけて、まあ行事を楽しもうねっていう、まあ、最近のね、まあハロウィンとかクリスマスみたいな、そういう行事としてはそういうことをやるんですけど、うちはご飯を入れてますね。食べてくれた、よかったよかった、可愛いですね。だからさ、お子さんとかご家族のか中で一緒にやったりとかするのも楽しいですよね。なんか柄描いたりとかしてね。はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。僕いつもこうやってやってる時、本当にあの喋りながら手振ってる時ある。ではまた、ありがとうございました。